皆さんこんにちは。本日はですね、以前大阪観光機材店でリドフワイプスをご紹介していただきました岡田商店岡田さんに本日は来ていただいております。岡田さん、本日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、で今回はですね、ちょっとどういった商品ご紹介いただけますでしょうか。本日はですね、はい、消火器の発展型、うん、まあ、これからの消火器はこれではないかというものを持ってきました、うんうん、これはですね、初期消火、消火ボールといいまして、うんうんうん、火の中に投げ込むだけで火が消せます。こう破裂してそういうことですね。消える感じですか。そうすると、火の中に入ることによって、うん、これ自体が花火と同じ原理で、うんうん、この中に導火線が走っております。その導火線に引火しますと、うん、中のものがバーンと破裂します。そうすると消火器の中身と同じものが、パーッと撒き散らして、うんうんうん、その消火器の粉に触れたものが消えていくと。なるほどなるほど。これで、小と大があると思うんですけど、はい、これで大体どれぐらいの規模ができるんですか？こちらの、スモールタイプは、うん、私とってのデータでは約これを中心に1メーター範囲、うん、360度1メーターですね、うん、でこちらのレギュラーサイズっていうのはこれを中心に 1.5 メーターから2メーターぐらいの360度のものを一瞬で消します、うん、もう本当に一瞬で消える。一瞬ですね。ですね。消火器ですとね、やっぱりね、あ、火事だと言って消火器どこに置いてる、訓練されてても、あそこまで走っていく、うん。消火器を持ってきました。ピンを抜いた、ホースを出した、ブワーってやろうという時には、かなり時間が経ってます。そうですよね。その間に燃え広がってしまう。その間に煙も吸わないといけないです。うん、ある程度火にも近づかないとダメです。そうですね。怖いですよね。うんうん、これは、うん、まあ割り切れば、うん、小学生が野球やってる少年が、はいはいはい、ポッと持って、ポッと投げ込むだけ。火の中に入れるだけ。小学生でもできる。女性でも怖い思いしなくても、投げ込んですぐ逃げればいいんですよ。あ、そっかそっか、それだけでいいっていうことです。いいっていうことです。随分とまあ進化しましたね、やっぱり世の中。最近では高級なホテルの最上階の部屋とかですね、うん、なんとか消防士が来るまでの時間稼ぎにも使えます。人がいないところでもスプリンクラー工事をするということをしなくても、うんうん、なんていうんですかね、置いてるだけ。火が出そうなところに置いてるだけで、うんうんうん、そこにもし火が起これば、勝手にこれが爆発して火を消してくれます。うんうん、先ほどからね、ちょっと爆発というとね、なんか危ないんじゃないかな。そうですね、イメージ。イメージなんですよね。それはね、ちょっと違うんですよね、うん。これね、爆発するっていうのをまた後ほど実験の映像が出ると思いますが、うん、子供にね、素手で私がこのように手に持って、うん、ここにライターに火をつけて、うん、バンと破裂したら、さすがに目、鼻、口に入るのは辛いです、うんうん。ところが、子供にちょっと強く砂を投げられたぐらいの勢いのものです。全然じゃあ、衝撃というか。そうですね。ないんです、ね、ちょっと音の方が怖いです。パンという音の方が。じゃあその破片とかに関してはもう全然安心ない。全然大丈夫ですね。メリキン粉のように細かい粉が勢いよく飛び散りますから、ものすごくバーンと飛び散ってるように見えますが、うんはいはいはい、実際は軽いものがぶつかってきません。子供に砂をバーンと海辺で投げつけられたぐらいのレベルです。やっぱそういった意味でもかなり安全ですよね。そうですね。うんうんうん、そこらやっぱり目鼻口に入りますとかなり苦くて、ものすごい味しますので、ちょっと洗っていただくとしか言いようがないですが、まあそんなところに人がいるわけではないので、まあそう、爆発物だから危ないっていうことではないです。はい。で、一個気になったんですけど、消防法的にはどういった扱いになるんでしょうか、この救命ボール。これはですね、今日本の法律の中では、これ置いたからといって、消火器を置いてるというふうにはなりません。うん、そういう扱いではない。扱いではないです。うんうんうん、あくまで、車で例えますと、任意保険みたいな感じです。強制保険が入ってて、いや、これでは足りないぞと思うときにこれを。プラスアルファっていうことですね。その代わり、私たちの地震は、消火器の10倍あります。そこの付加価値を見ていただきたいと思います。なるほどですね。はい、それでは岡田さんご説明ありがとうございました。はい、じゃあちょっと動画の最後にですね、実際に火を起こさせていただいて、こちらの初期消火救命ボール、そのちょっと威力ですね、そちらちょっとご覧いただきたいなと思っております。
はい、それではご覧ください。お願いします。Thank you.